PC-FX バックアップメモリパック PC-FX バックアップメモリパックは日本電機ホームエレクトロニクスより発売された PC-FX 用ゲームのセーブデータを保存しておくための補助記憶装置である。これを使用して本体に内蔵されているバックアップメモリの拡張を行える。PC-FX のゲームのセーブデータは内蔵されているバックアップメモリに バインダーという単位で保存される。しかし、このバインダーのサイズはゲームごとにまちまちであり、また内蔵のバックアップメモリも潤沢な容量ではない。場合によっては、数本でもいっぱ杯になってしまう。このため、内蔵バックアップメモリを拡張するためのユニットとして発売されたのが本機である。これ一つで内蔵メモリの4倍の容量を持っており、PCFX 正面の拡張スロットに差し込んで、 使用できる。いわば PC エンジンシリーズでの拡張ラム、10の声バンク、メモリーベース128、セーブ君に相当する位置づけである。同世代のゲーム機であるセガサターンのパワーメモリや、プレイステーションのメモリーカードと異なり、単4間電池を2本使用するため、定期的に電池の交換が必要である。この際、交換は10分以内に行うことと本体に記載がある。また、 ゲーム機本体からの抜き差しの際には電源を切るようにとの注意書きがある。ただし、本体のバックアップメモリ同様、かなりの期間セーブデータは保持され、1年以上、交換しなくてもデータが残っていたという事例もある。ありがとうございます。